今日はですね、これからの冬キャンプの時期にあると、もう冬キャンプが最高に楽しくなるというギアを紹介します。今日はこちら、これですね、薪ストーブになります。ウィンナーウェルのノマドビューの M サイズで、こちらですね、スペシャルパッケージとして、まあ、お得にセットになっているものを購入しました。で、中開けて、内容品を確認してみましょう。はい、内容品についてはこの通りですね。まずストーブ本体、それと煙突が、つなぎの煙突がこれ4本あります。ちょっと2本については今煙突ガードの方にもう連結してますので、2本ちょっと外してるんですけど、これが4本と、スパークアレスターとダンパー、まあ、計6本ですね。6本がこの中に入ります。収納できるようになってます。で、あと、これ、ウォータータンクですね。湯沸かしです。これも後で本体に取り付けて説明します。と、収納袋と、あと、スパッターシートも付いてます。あとですね、ちょっとこれはないんですけど、ヒカキ棒も、この中に収まるサイズのヒカキ棒が1本付いてます。ちょっとなくしてしまいました。はい、これが、内容品ですね。それではちょっと組み立てていきますかね。足が折りたたみになってますね。で、側面にはこの中の炎が見えるようにガラス窓がついています。で、開口部があって、で、下で火力の調整ができます。これ取って、これ持ち運ぶ時にはこういうふうに持って持つ取っ手があるんですけども、これはこう展開してやると、ここに物が置けるスペースができます。そしてウォータータンクなんですけども、これはこう煙突にはまるようになってますね。で、ここに蛇口がついてます。で、お湯が沸いたらですね、今度はどうするかというと、ここに突起があるんですけど、2つここに突起のとこにかけてやると、これで保温ができるという、まあ、優れものですね。結構お湯を出すことができる。前から見るとこんな感じですね。そしてダンパー、これ火力の調整がここでもできますね。そしてこの薪ストーブですね、買ったのが2019年の10月ですね。もう5年間使ってますね。で、買った当時が
このスペシャルパッケージで7万5000円で買ったんですけど、今ちょっとAmazon で見てみると現在の価格が6万3800円、だいぶお得になってますね。1万2000円近く安くなってます。そしてこれもう5年間使って、冬なんてデイキャンプとかで毎週のように使ってますから相当使い込んでるんですけど、もうそんなに歪みがなく、ちょっとですね若干この蓋のところが若干こうなんか隙間が空いてて、ちょっとたまにこう煙が漏れてくるんですけど、それぐらいでも全然使う分についてはもう問題なく、かなり頑丈な作りになってますね。でこのウィンナーウェルのストーブなんですけども、G ストーブとも互換性があって、オプション品で G ストーブのものもこちらで使うことができるものもあります。例えばこれ煙突ガードなんですけど、これGストーブの煙突ガードを使ってます。ウィンナーウェルのやつがたまたま売り切れてて、そしてこれを買ったんですけど、特に問題なく互換性はありますね。あとはこのGストーブのやつなんですけど、クッキングピットっていうもので、これどういうふうにするかというと煙突につけるんですね。こんな感じで、でここのスペースで何か一つ調理ができるという、ストーブ本体の方で、まあ、調理もできて、さらにこのクッキングピットの上でも何かできるという、まあ、限られたスペースですので、まあありがたいですよね。これ便利ですよ。それとですね、これパイプオーブンですね。これ煙突に取り付けるオーブンです。こんなんですね。これも G ストーブのものなんですけども、全く問題なく使えますね。でこれも温度計がついてて、中はこんな感じで、で中に棚が3段あるんですけど、これ下の棚は上の棚につけて、料理に応じてこの棚の高さを調整できるというものになってます。まあこれから実際の料理の様子をご覧ください。はい、テントの中に薪ストーブをインストールしてみました。こんな感じになりますね。でこのオプションの
イプオーブンなんですけども、まあ、一度つけてしまったらもう付け替えることはちょっとできませんね。だから使う前に、まあ、その日はパイプオーブンを使うのか、それともクッキングピットを使うのか、ちょっと選択しなければなりません。もう煙突も熱持ちますんで、ちょっと危ないんで、付け替えるっていうことはこう、まあできないですね。長さが38センチ、奥行きが20センチで、ストーブ本体と付属の煙突を全てつなげると226センチになります。でも薪もですね、僕38センチ以下のやつを用意する必要がありますね。それではちょっと火をつけていきたいと思います。なんですかね、こう扉を開けた時にこうちょっと漏れてくる薪の燃える匂いとか、あとこう窓から見えるこの炎ですね、こういう炎の色めきを見ながらこう楽しめるという、まあロマン枠にも当てはまるギアになるのではないでしょうか。それではウォータータンクでお湯を沸かしてみましょう。でこれ水 1.5 リットルの水を入れて、まあ、10分もしないうちにですね、こんな感じでもう沸いてますね。で沸きましたら、面の側面の取り付ける突起が2つありますので、そこに引っ掛けておくと保温されている状態になりますね。いつでもあったかいお湯が使えるという、そういう便利な機能になってます。
したか？少しでも薪ストーブの魅力が伝わったでしょうか？Amazon ブラックフライデーセールやってるまでにもっと早くお伝えできればお得な買い物ができたと思うんですけども、すいません、間に合いませんでした。今回の薪ストーブは僕の手持ちの薪ストーブ、ウィンナーウェルのノマドビューを紹介しましたが、ここ数年で様々な携帯のものがいろいろなメーカーから販売されています。チタン製もあったり、あと形もまあそれぞれあったり、激安の薪ストーブなんかもあったりですね、まあ、薪ストーブを購入する選択肢の幅が非常に広がっていると思います。なので、まあ、ご自身に合ったものを選んでみてはいかがでしょうか。薪ストーブを一つ購入するだけで最高の冬キャンプを楽しめることを